こんにちは。今日はこの前ペットボトルホルダーを作ったこの余りがこれだけあって、まあ、これで何か作れたらなと思ってリップクリームホルダーそうリップクリームケースを作っていこうと思います。でなんかねこういうのが売ってて、これセリアで買ったものなんですね。ナスカンパーツ3個入りこういうのですね。なんかこういう風になんかわからないですけど布これね布をこういう風に引っ掛けたりとかして、だからねこれをなんか編んで、でそこにリップを入れたらなと思って、じゃあこう引っ掛けれるようになってるし、まあ普通に D 缶とこれをね合わせたらいいだけだと思うんですけど、それだとねつなぐ何かがいると思うんですよね。これだったら1個で済むんで、こういう風になる感じですね。それで、ちなみにね、私これを持ち歩いてて、ベビーワセリン、リップ。これがめちゃくちゃ良くって、なんかね、どのリップを使ってもガッサガサだったんですよ、唇が。でもこれ使ってからめちゃくちゃ調子良くって、これおすすめかもしれないです。で、夜はね、これ無印の、知ってられる方もおられると思うんですけど、美容液。これもめちゃくちゃよくって、すごいこれ愛用してるんですね。夜はこれで、持ち歩き用これって感じ。で、これをね、持ち歩くから、もうこれは持ち歩かないからね、いいんですけど、こっち持ち歩くから、こっち用にね、ちょっと、こうスポットに入るようにできるんじゃないかなと思って。まあ、これぐらいの糸があったらできると思うんですよね。で、ちょっとやっていこうと思います。まあ、普通に、細編みでやると思うんですけどね。ああどうやろうかなと思って、まあ、このままねこれぐらいのサイズにやると大きすぎるかなと思うんで、まあ、普通のリップの大きさよりはだいぶ大きいんで、まあねだいぶ大きいって言ってもそんな大きくないかな。長さがちなみにね、まあ、10センチがだいぶ大きい方ですよね、リップにしては。だからね、まあ、これぐらい、まあ、ちょっと引っかかったらいいなぐらいな感じにするか、ちょっと今のところ考えてないんですけど、まあ、糸が足りるか足りないかっていうところもあると思うし、まあちょっと進めていくことないとりあえず進める派ですね、私。で、これが、これがね、まあ、こういうのですね。これもいろんな色があるので、私はたまたま白なんですけどね、カラーナンバー1番、100%、65メートル入ってて、かぎ針3号から4号ですね。だから4号どうしようかな、まあ、4号でやっていきますね。まあ、普通にやったらどれぐらいの編み地になるんだろうっていうのもちょっと気になるし、なのでどっちに合わせるかですよね。まあ、こっちに合わせる感じですね。だからこの幅でちょっと鎖編みをとりあえずやっていって、まあ、輪っかにしたいのでですね。こうして、4号ですね。で、鎖編みを、まあ、ここはカウントせずに、ここから、1、2、3、4、5、6、7、7ぐらいかなって思うんですね。ペタンとしたものでいいと思うんですね。で、立ち上がり1つで裏返して、ここじゃなくてここから細編みをね、7だったので7入ることになりますね。1、2、3、まあね、こうやってね細い糸をね、細いまま使うのも久々なんですけど、まあでも細いのはね、細い可愛さがあってね、やっぱこういう使い方はしたいですよね。まあいつもね、なんか時間かかるだろうと思うから、大きいものを作ろうと思うからね、まあ、ここまで入れますね。だから2本取りとかよくするんですけど、普通に1本で編むのも可愛いですね。こうやって1回こっちに引っ掛けるんですね。で、あと1個、2個同じところに入れますね。一番最後だけは3個入っていることになります。
な感じかな。で、ここに5個細編みしていきますね。7個だったので、まあ、両方1個ずつ取られて5個ですね。2、3、4で5。いやでも可愛いですね、ちっちゃい編み地可愛い、こういう感じなんですね。久しぶりに見て一番最後ここに針を入れて、まあ、全部巻き込んじゃいましたね。同じところに2個入れますね、細編み。で、こっからもね、なんか往復編みでちょっとやっていこうかなと思います。まっすぐ行かせたいので。で、最初の細編みの頭に針を入れて、引き抜きをして、立ち上がり1つ。で、裏返して、ここじゃなくてここ。で、最後の細編みのところに針を入れて、ここですね。まこたろうさんのここじゃなくてここが好きですと書くんですよね。めっちゃ面白いですね今年もここじゃなくてここお願いしますとかね、まあめっちゃ全開ですね、今年からも言い続けると思います。やっぱりね、毎回そうなんですけど、動画取り出してやっぱり初めましての人とかにも分かっていただけるように毎回言っていきたいなと思ってるので、私それじゃなくても語彙力がないからね、分かりやすく言えるとこは言っていこうっていうことではいつもね気をつけてやってるんですけどね。まあいろんな方がいられるからね、まあ難しいところですよね、言葉の伝え方っていうのも。こうやってねずっとやってて、一番最後はねこうグッと引っ張られてるところがあるんですよ。こういう風にグッて引っ張られてますね。ちょっと穴が開いてると思うんですよね。ここは一番最後、ここに針を入れて、あ、ちなみにね増し目なしでいってますね。で、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜いて立ち上がり1つで、裏返して、で、ここじゃなくて、ここ。でもね、私、そういう意味もあって、毎回同じことを言ってたりとかするから、目次を入れたんですね。目次だと飛んでいただけるので、その数字のところをね、ポンって押していただけると、飛ぶことができるんでね。時間を無駄にされないでいいかなと思って。こんな感じでね、やっぱりね同じことを分かっているところをまた聞かれるっていうのもね、やっぱりどうなんかな、まあどうなんかなっていうところもあって、じゃあね、なんか目次がありがたいですって来たからね、よかったなと思って思ってるんですけどね。最近はね、コメントのところには目次入れてないんですけど、下の概要欄のところに貼ってるので、よかったら見てみてください。数字のところがね、青くなってると思うんで。で、最初はここですね。最初じゃない？一番最後。ここ、グッてなってるところ。ここに針を入れて、細編み。で、最初の細編みは、ここですね。ここに針を入れて、引き抜いて立ち上がり1つで裏返します。この繰り返しをねずっとやっていきます。ここじゃなくてここ、これはまあ使い切れないですね。これはもう一玉でもこう余りそうなぐらい、めっちゃ可愛いんですけど、まあ、この細いまんまでね、なんか大きいものも作りたいなって思いますね。真っ白可愛い、真っ白はね、年中使えるからね、真っ白、オフホワイト？オフホワイト大好きですね。使いやすいですね。
感じで、まあ、ずっとある程度のところまでやっていこうと思いますね。まあバランスを見ながらこんな感じかな。これでね、そうやってやっていこうと思います。ではやっていきます。こんな感じで編んできましたね。なんでここにマーカーしてるかっていうと、まあ、大体この辺に編んだ時にあとどれぐらいいるかなっていうのをこうやってまた見てみましたね。でここでちょっと終わりにしようかなと思いますね。でこれちょっと出してみたらこんな感じのものですね。これで、まあ、こういう風に、まあ、つけるところを想像して、まあ、ここに当たらないようにと思ってもうちょっとこう出そうと思ったんですけど、まあ、ぐねっていくかなと思ってで前が浅くても後ろだけつながってればぐねって取り出しやすいかなと思ってこう、まあ、これがね柔軟にこうなるので、すっごい硬いのだったらねそういうことにはいかないと思うから、まあ、こうやって出した方が、あの皮とかねそういうのやったらちょっとそんな融通は効かないと思うんですけど、まあ糸なので、だからもうちょっと浅くてもいいのかなっていうところですね。だからイメージ的にはここ、まあ極端に言えば表はここまでで、まあ、裏はこの長さ編んでっていう感じですね。それでも十分いいと思うんですけど、まあこれぐらいしようかなと思いますね。だいたいそうですね、ここは1段目で、あの一番最初のとこなので 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22 段出ますね。まあここも好みがあると思うので、でイメージ的にはまあこれね今中表でまた編んでて裏返さなきゃなんですよね。ちょっと糸を出してて、まあ、すぐ裏返す時にこう忘れてたら嫌だから、まあ切っちゃったんですけどね、まあ、ちょっと置いてて、でこれで裏返しますね。これいらないですね、もう泣いちゃったこれで裏返すのがねちょっと大変かもしれない、まあ、ちょっと伸びた方がいいので、まあ、こうやって裏返し伸びてくれたらいいなぐらいな感じで裏返しますね。これもねいろいろ裏返し方があると思うんですけどね、グッチ結構無理やり感はあるんですけど、グッて出しますね。こんな感じかな。もうちょっと広がったかな、広がりましたねこんな感じで、まあ、ちょっと角張りはちょっとなくなりましたかね。そうでもないかな、上が広がってるような気がする。気のせいかな。こんな。なんかね、こう、とんがってるものでこうやったりしますよね。あの、要塞で。ああいうのもあるんですけど、あんまりこういう編み地の時はしない方がいいかなと思うんですけど。だって、まあ、どっちが裏かっていうのを決めたいんですけど、まあ、ここは立ち上がりでバーって見えてる感じになるので、こっちは表にしたいなって思うんですね。だからこっちを裏にしようと思って。で、結果的には、この細さにしていきたいんですね。それでいけると思うんですけど。うん。なので、まあ、大体ここで、まあ、移動させようかなと思うんですよね。ここから、この間がね何目あるかっていうのを見るといいですね。で大体なんですけど 1,2,3,4 5ぐらいいるかなと思って、なのでここからなので今ここにあるので、この今立ち上がりしてるんですけど、これをこっちに移動させます。引き抜きで、で立ち上がり一つして、ここの引き抜きしたところ、同じところから細編み、でも表表になるけど、まあいいかな、裏に見えなくなるから、まあ、このままいきますね。ここって決めたので 1,2,3,4,5 ってやりますね。それでちょっと狭まりました。で、立ち上がり一つで、
裏返してこの5の目をずっと伸ばしていきます。そうですね、この入れるところはこうなってるここですね、ここから入れていきますね。5個あればいいので、2、3、4、5で5をしたらまた立ち上がり1つで裏返してここですね、そこからまた1、2、3、4、5でここで、まあ、結構なくなってきました。こういう感じでいい感じですね引っ掛けて、まあ、これでもなくならなかったらまた何か作っていこうかなと思ってるんですけど、一回こう裏返してまたここですね、こうやって長さを出していきますね。で長さを出していって、まあ、引っ掛かるように作ってるんですけどね、ちょっと太いかもしれない。4、5、ここで、まあ、こっちを裏にしたいのでこの中側、まあ、ここでなくなって、変なところでなくなったんですけど、まあ、ここでねこう裏の方に糸を当てて、でこうですね、次の余りでこうやって、でここで巻き込むんですね。私こうやってこの針とこの今から使っていく糸の間にこうまたがせて、でここをグッて、で緩んでるところを引っ張ってあげて、なかったかで裏の方に糸を当てて巻き込んでまた5を編んでいきます。ここからですね、1、2、3、4、5、まあさ、端の方で糸がベロンってなるのはちょっとって思うのでここで外しますね、巻き込んでた糸で立ち上がり1つ、まあどれぐらいかな、ここでちょっと見てみてもいいですね。まあイメージ的にはそうですね、こう表がこう綺麗に見えたいのでこうですかね、こんな感じで、まあこうやってこうかぶせてくる分も計算しないといけないので、まあここは長さは結構どうでもいいのかな、でもこう見えたらちょっとかっこ悪いと思うので、どうかな、めっちゃ可愛いんですけどどうかな、取りやすいかな、これあんまりね深すぎてもって思うので、さっき言ってたのはこういうことですね、こうベロンって柔らかいから、どうかな、この方がいいかな、うん、あでもこういう方が使いやすいのかもしれないですね、もしかしたら。あんまり下に行きすぎてもって、また同じこと言ってるんですけど、うん、ここで終わりにしようかなと思いますね。めっちゃいいですこれ、どうなってたの、こうか、ここで、あもうちょっと気持ち一段編んどきましょうかね。結局1、2、3、4、5、6段目、6段編みましたね。こんな感じで終わります。4、5で、ここで、まあ、ちょっと長めにしてかがろうかなと思いますね、まあ、どんな付け方でもいいと思うんですけど、まあ、せっかくなのでこの同じ色で、でここはもう必要ないのでカットしてつないだとこですね。であんまり短く切らなくてもこれが結局裏になるので、こうですね、でこうでこうで、こういうの出してきて、これでかかったらいけると思うんですよね。めっちゃ可愛いんですけど、か
なってもいいし、編んでもいいと思うんですけどね。めっちゃ可愛い。これで、ね、この針山もめっちゃ可愛くて気分めちゃくちゃ上がるんですけど。まあ作り方はずっとね、下の概要欄に載せておこうかなと思うんですけどね。ここはまあどんな付け方でもいいと思うんですけどね、付け入れたら。ここは端だからこういう風にかがっとこうかなと思いますね。こう、まあ、白に白だからね、本当に適当に付ければいいと思うんですけど、2回ぐらいしとこうかな。今3回目かな。で、こう後ろに1回行って、どこ通るっていうのも決めていくといいかもしれないですね。でも返しでちょっとやっていきましょうか。こうして、で次はここ通って、ここ通るみたいな。じゃあ迷いがなくていいかもしれないですね。そして次こう通って、でめっちゃいいです、これ。こんな感じかな。で、まあこの辺かな、この辺かな。本当にね、なんかその適当にやっても全然わからないんで、綺麗汚いが。やっぱり同じ色でかがった方がいいですよね。って感じ。あ、めっちゃいいですね。3回やったっぽいので、こっちも3回やっときますね。で、まあ糸始末も本当にどこ通ってもわからないんで、白に白だから。こんな感じかな。めっちゃいいんですけど。で、こうか。で、ひょいって。で、パチン。かわいい。できました。めっちゃ使えそうですね、これ。色とか変えても。ボーダーとかも好きだからね。ボーダー。出し入れめっちゃいいです。適度に滑ってくれるから、さって。まあ伸びてくれたしね、適度に。まあいいですね。このね、この前作ったこのペットボトルホルダー、これにかけてもいいなと思って、ちょっと思ってたんですよね。まあ、リーカーのところに、入ってて。めっちゃ可愛いんですけど。このね、色もすごい合ってるから、まあ同じところで買ったからかな。これもセリアで、これも今回セリアで買ってるからね、このアンティークゴールド、もうこの組み合わせ大好きなんですよね。モノトーンカラーにこのアンティークカラー。だからこの前のグレーの糸とアンティークカラーもめちゃくちゃその組み合わせが好きで。いや、めっちゃいいです。なんかちょっと高そうに見えるなっていうのも思ったし。で、ここにね、なんかチャームつけようかなと思いますね。この前、これもセリアで買ったものなんですけど、こういうの。めっちゃ可愛いですよね。これで100円なんですけど、めちゃくちゃ可愛いと思って買っちゃいました。メタルチャームイチゴ。可愛いですよね。これちょっとね、つけていこうと思います。めっちゃ可愛いんですよ、これ。買っちゃいますよね。あ、こんなん100円で売ってるんですね。それでね、まあこっちの色に合わせようかなと思ってて、この、なんていうんですか、シーカンっていうんでしたっけ。名前も分からずね、いつもいろいろ使っちゃってるんですけど。でね、で、こういうのがね、まあ、たまたまあって、こっちはね、まあ手芸ショップで買ったもので、これ100均かな。まあ、最近100均でもこれ売り出しましたね。
この丸いこうグリって回すものですよね、これ。こういうまん丸のもの、まあこういうのも、まあこうやって挟めれば私は何でもいいかなと思って使ってるんですけど、でどっちかを固定して、でどっちかを回す、こんな感じにするとこうやって開くんですね、穴が。でここにこれをこう引っ掛けて、こんな感じね。で引っ掛けて、まあこのまま引っ掛けてもいいし、なんかね、まあ、ビーズとか入れてもいいと思うんですよね。まあいっか、このまま。うん。なんかこういうチャームもね、売ってますよね、100均とかで。これも100均で買ったと思うんですよね、確か。こういうの入れてもいいと思うんですよ。入らないか。入れない。入った。これで、まあこういう感じ。でもめっちゃ可愛いですよね。で、このまんま、この向きでつけたいので、まあ縦につけようかと思って。縦に、こうつけて、まあちょっと出会った方がいいかな。めっちゃ。でね、縦に入れてます。で縦に入れてますね、この C 缶。もう名前間違えているのに、間違えてるかもしれないのにめっちゃ言ってるんですけど。でこれで片方は固定しといて、右だけとかね、どっちかを動かす。であとはもうこういう風にね、この締まりきってない部分を締めますよね。このリップがね邪魔かな。久しぶりにやるからやって、まあ軽くですね、ペタンってなっちゃうから軽く締めますね。ちょっと待ったかな、ちょっと難しいですね、この入れているところで手が震えるんですけど。あ、締まりましたね。こんな感じです。めっちゃ可愛い、可愛くなった。もうちょっと右でも良かったかなとか思うんですけど、どうですかね。もうちょっと右にしましょうか。ちょっと右にずらします。そして、だいたい変かな。まあ、全部100均で揃いますね。まあ、いちごちゃんも100均だし。で、こうかな。こういう感じで。こうしてもいいと思うんですよね。こんな感じかな。めっちゃ可愛いってなりますよね。キラキラしてるのってみんな好きですよね。それで、こうやってつけて完成です。逆だ。あ、こうだ。こんな感じで使っていこうかなと思ってます。いちごめっちゃ可愛い。まあ、春っぽいですね。本当に。で、シュッて入れて。まあ、これからはね、これからってまだまだか。まだまだかもしれないですけど。なんか、暖かくなったらいろいろお出かけしたくなるので、こういうのもいいかなと思いますね。今日も何か参考にしていただけるものがあればなと思ってご紹介させていただきました。こういう編み地が変わるだけで同じ色を使ってても違いますね、こうやって面白いのでぜひ作ってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。